はい、じゃあね、焼いた土を実際に育業ポットやセルトレーに移して種をまいていくところなんですけれど、私はですね、このいわゆるセルトレーというものは使わないです。試してみたんですけど、こういうの、これがセルトレーと言います。これはちなみに6列の、12あるから72ケツ72の穴のセルトレーです。で、ですね、温度管理、水分管理が毎日しっかりできる設備がある、その手間をかけられるのであれば、こっちの方が、トマト、ナス、ピーマンなどを植えて発芽した後に植え替える、いわゆる鉢上げ作業というのをやるのであれば、こちらの方がやりやすいんですが、私の場合はこのズボラな育苗管理になります。このビニールハウスの中に、入れて、その日光で温まった地温、気温で、夜間は一切加温なしになるので、日中の保温のみなんですよ。になってくると結構温度変化が大きくなってしまいます。で、このセルトレーのデメリットとしては、一つ一つの穴の土の一つ一つの土の量が少ないので、温度変化が激しくなります。そして水分の変化も激しくなる。なので温度と土の水分調整を、結構ね、綿密にやらないといけないんですよ、うん、で、その点をもうちょっと、手抜きでもできるようにするためには、土の容量を増やす必要があります。土の量が多ければ多いほど、その温度や水分の変化が緩やかになります。なので、日中しっかりその土を温めてくれたものが冷めにくくなるわけですよ。ということで、私はこっち、これ、まあ、いわゆる育苗ポット、ポリポットですね。こっちを使ってます。で、最初の頃はですね、この土の量が多ければ多いほどやりやすいので、こっち、9センチかな ?90 っていうサイズのやつで使ったんですけど、今はですね、とにかくたくさん巻きたいし、で、苗もそこまで大きくならないんですよ。まだまだ寒いから。なので、今はね、こっちの75を最初の種巻きにはメインで使っています。で、ナスとピーマンはそこまで大きくならないので、これでも最後までいけるんですけど、トマトはどんどんでかくなる。あるいは、キュウリとか、カボチャ、ウリ類。トマトとウリ類は成長が早いので、途中からこちらに鉢上げしてやってます。はい。で、これも、今言ったその土の量が多ければ多いほど、水分と温度の変化が少ないので、こっちの方が、その点では、ある程度お任せできるんですけれど、そこまで大差がないので、よりたくさんいろんな種類植えられるこっち。小さい方が一つの箱の中に収まる量が多くなる、収まる数が多くなるので、こっちを使ってやっています。はい。という土の量が多ければ多いほど温度と水分の変化が少なくなり、その方が手間をあまりかけずに管理がしやすくなる。ということから、といういろんなバランスを考えて、今はこちらに土を入れるように。こちらにその焼いて雑草の種を殺した土を入れます。で、入れるときはこういう、スコップでもいいんですけど、こういうのが、土入れ器。こっちの方がやりやすいです。で、これをザーッと入れて、だいたい、8分目、9分目ぐらい。で、これ、8分目、9分目ぐらいまで入れます。で、このね、模様がちょっと違うんですよ。これ、縦模様で入ってるのが、この上の1センチ、2センチぐらいは横縞になってます。ここまで入れて、で、この後に種をまいて、上から土を覆土する。もう一回かけてあげて覆土するでもいいんですけど、ピンセットを使って一個一個穴を埋め込んでいって、上から軽く鎮圧してあげる。でもいいです。で、ここの隙間を開ける必要があるのは、ウォータースペースといって、これを置いた後に、種をまいた後、水やりをします。で、この、面いっぱい、上までピチピチになっていると、土が水を弾いてしまった場合に流れてしまうんですよね。うん。で、そうなると、せっかく植えた種が流れてしまったり、土も流れてしまうので、良くない。なので、ウォータースペースというのは、一度ここに、ジョールなどの水をあげた時に、ここに一回溜まってもその後浸透していく。そのための、余白、余裕が必要なんですよ。それをウォータースペースと言って、それが必要なので、だから、ここの、ポリポットの上からね、まあ、1センチぐらいは開けておくの方がいいです。はい。という風にやって、種をまき、で、ハウスの中に置いてき、まあ、毎日、1回から2回。まあ、だいたい朝と夕の2回、私はやってますね。土の表面が乾いてしまうと良くないので、土の表面が、まあ、多少乾いてもいいんですけど、種が埋まってるところが、常に、水分、湿気があるように、調節して水やりをしています。で、並べたのは、こっちにあるんで、ちょっと映しますね。ぐーっと回って、こちらです。
昨日、一昨日、3月1日と2日に巻いて、結構巻きましたね。これなんかあるかな。これ1個ね、トレーの中に54個入ってるんですよ。で、54個入ったのが、今ちょうど10ケースあったんで、540ポットあります。で、これ1つのポットの中に、何個も種を巻いているので、まあ、3から多いところは10本ぐらい苗が出てきます。で、それを、また、ちまちました、めんどくさい作業なんですけど、一個一個取り分けて、大きい、個別に、ポリポットに植え直して、育苗するっていうやり方を私はやっています。で、この鉢上げ作業が、さっきも言いましたけど、やりやすいのは、こっちのセルトレイです。双葉が開いて本葉が出るか出ないかぐらいの時に、このね、セルトレイのところに、端っこにピンセットを差し込んで持ち上げると非常にやりやすいし、その後に、こっちのポリポットに植え替えてあげる。そうすると、やりやすいんですが、何度も言うように、土の量が少ないので温度と水分の変化が激しくなり、私のようなズボラの管理だと、発芽が悪くなってしまったり、発芽する前はまだいいんですけど、芽が出た後に水切れしてしまうと、土が乾燥すると枯れてしまうんですよ。それが一番良くないので、だからその辺を、ちょっとね、緩やかにするために、この土の量を増やす。というやり方をとっています。だから、どっちを取るかなんですよ。きっちりかっちり、温度、水分の管理をして、鉢上げ作業しやすくする方を取るか、ちょっと手間、鉢上げ作業がややりにくくなるけど、こっちでズボラ管理をして発芽育苗させるか。で、私はこっちを取っています。で、最初からですね、この育苗ポットを一つに、一つ、か、まあ、二つ三つだけ巻いて、生えてきた芽をちょん切る、あるいは、生えてきた芽を間引いていて一本にするってやり方でもいいんですけれど、それをすると、最初から、たくさんこの育苗ポットを並べなきゃいけなくなるんですよ。うん。だから、それも、どっちの手間を取るかです。鉢上げ作業の手間を省きたいのであれば、これに、まあ、数粒種を巻いて、生えてきて間引いて一本立ちにして育てていけばいいんですけれど、とにかく私の場合数をたくさん作るんですよ。最終的には2000から3000個作るんで。ってなると、最初からこの鉢を2000から3000個作っておかなきゃいけないんですよ。で、場所も取る。そして、発芽しなかった場合、そのポットが無駄になったりするんで、その分スペースがね、無駄になったりするので、私は今このやり方に落ち着いております。最初一つのポットに、まあ、3から10本芽が出るように種をまき、で、それを、一個一個取って鉢上げ作業をしていくというやり方になっています。はい。なので、これらは、やってみる方それぞれが一番やりやすいやり方を選択すればいいと思います。まずは、セルトレイで発芽させるのか、それとも育苗、ポリポットで発芽育苗するのか。うん。で、その他鉢上げ作業を細々やるのか、間引きをしてその育てるのか、などです。で、その際に、ポイントとなるのは何度も言いますけど、温度と水分の管理、そして日光をしっかり当てること。これ大事です。はい。ということで、やっていきましょう。それと、水やりでちょっと大事なコツがあるんですけれど、この水やりする水をハウスの中に上炉に汲んで、中に入れて温めておきます。うん。そうしないと、この水が冷たいと、この水やりをした、その水の温度で、せっかく温まったこの育苗ポットたちの土が冷たくなってしまうんですよ。で、温度が下がってしまうと発芽しにくくなるので、なので、あらかじめ私の場合はこの雨水を溜めて、屋外に貯水してあるんですけど、それを汲んできて、上炉の中に溜めて、それをビニールハウスの中に置いておきます。こうすると、この水自体が、まあ、ぬるくなるんですよ。まあ、20度から30、30度までいかないにしても、まあ、20度前後ぐらいにまでは上がってくれるはずなんで、これを、暖かくなった水。まあ、少なくとも、屋外で、5度前後の冷たい水ではないようにしてからあげております。はい。そういう細かい気遣いをしてあげて、とにかく温度を下げないこと。で、逆に上がりすぎてもいけないんで、その辺の温度調節をね、うまくできるようになると、一気にこの、発芽育苗が上手になると思います。まあ、このやり方でもね、ここ数年、5年ぐらいちゃんと苗作れてるんで、まあ今年もちゃんと5年どころか6年7年やってるな。8年ぐらいか。2017年ぐらいからいろいろ試行錯誤しますからね。うん。で、ちゃんとできるようになったんで、まあまあまあ、今年も種がよほど悪くなければしっかり生えてくれてくれると思います。ではね、とりあえず、畑の土を使って、
夏野菜の育苗バイドを作り、発芽させるっていうところまではこれで終わりです。で、この後はね、引き続き、発芽して、鉢上げ作業をするときにまた動画撮ろうと思いますし、過去動画にね、そういうものもありますんで、よかったら過去動画を見てみてください。ということで、今回はこれで終わります。ここまでご視聴くださりありがとうございました。何かご質問などあればね、気軽にコメント欄ください。あと、まだチャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ではまた、次の動画で失礼します。バイバーイ。